座敷ぼっこの話。宮沢賢治。僕らの方の座敷ぼっこの話です。明るい昼間、みんなが山へ働きに出て、子供が二人岩で遊んでおりました。大きな家に誰もおりませんでしたから、そこらはしんとしています。ところが、家のどこかの座敷でざわざわっとほうきの音がしたのです。二人の子供はお互い肩にしっかりと手を組み合ってこっそり行ってみましたが、どの座敷にも誰もいず、刀の箱もひっそりとして、垣根のヒノキがいよいよ青く見えるきり、誰もどこにもいませんでした。ざわざわっとほうきの音が聞こえます。遠くのモズの声なのか、北上川の瀬の音か、どこかで豆を身にかけるのか、二人でいろいろ考えながら黙って聞いてみましたが、やっぱりどれでもないようでした。確かにどこかでざわざわっとほうきの音が聞こえたのです。もう一度こっそり座敷を覗いてみましたが、どの座敷にも誰もいず、ただお日様の光ばかりそこら一面明るく降っておりました。こんなのが座敷ぼっこです。大道巡り、大道巡り、一生懸命こう叫びながら、ちょうど10人の子供らが両手をつないで丸くなり、ぐる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 座敷の中を回っていました。どの子もみんなそのうちのお振る舞いに呼ばれてきたのです。ぐる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 回って遊んでおりました。そしたらいつか11人になりました。一人も知らない顔がなく、一人も同じ顔がなく、それでもやっぱりどう数えても11人だけおりました。その増えた一人が座敷ぼっこなのだぞと大人が出てきて言いました。けれども誰が増えたのか、とにかくみんな自分だけはどうしても座敷ぼっこでないと一生懸命目を張ってきちんと座っておりました。こんなのが座敷ぼっこです。それからまたこういうのです。ある大きな本家では、いつも旧の8月の初めに如来様のお祭りで分家の子供らを呼ぶのでしたが、ある年その一人の子がはしかにかかって休んでいました。如来さんの祭りへ行きたい、如来さんの祭りへ行きたいと、その子は寝ていて毎日毎日言いました。祭りのバスから早くよくなれ。本家のおばあさんが見舞いに行って、その子の頭を撫でて言いました。その子は9月によくなりました。そこでみんなは呼ばれました。ところが他の子供らは、今まで祭りを伸ばされたり鉛のうさぎを見舞いに取られたりしたので、なんとも面白くなくてたまりませんでした。あいつのためにひどい目にあった。もう今日は来てもどうしたって遊ばないぞと約束しました。おお、来たぞ来たぞ。みんなが座敷で遊んでいた時、にわかに一人が叫びました。よーし、隠れろ。みんなは次の小さな座敷へ駆け込みました。そしたらどうです、その座敷の真ん中に、今やっと来たばっかりのはずのあのはしかを病んだ子が、まるっきり痩せて青ざめて泣き出しそうな顔をして、新しい熊のおもちゃを持ってきちんと座っていたのです。座敷ぼっこだ。一人が叫んで逃げ出しました。みんなもわーっと逃げました。座敷ぼっこは泣きました。こんなのが
敷ぼっこです。また北上川の老明寺の淵の渡し森がある日私に言いました。旧暦8月17日の晩、オラは酒飲んで早く寝た。おーいおーいと向こうで呼んだ。起きて小屋から出てみたら、お月様はちょうど空のてっぺんだ。オラは急いで船出して向こうの岸に行ってみたらば、紋付きを着て刀を刺し袴を履いた綺麗な子供だ。たった一人で四郎の草履も履いていた。渡るかと言ったら、頼むと言った。子供は乗った。船が真ん中ごろに来た時、オラは見ないふりしてよく子供を見た。きちんと膝に手を置いて空を見ながら座っていた。お前さん、今からどこへ行く？どこから来た？って聞いたらば、子供はかわいい声で答えた。そこの笹田のうちにずいぶん長くいたけれど、もう飽きたから他へ行くよ。なぜ飽きたね？って聞いたらば、子供は黙って笑っていた。どこへ行くね？ってまた聞いたらば、さらきの斎藤へ行くよって言った。岸に着いたら子供はもういず、オラは小屋の入り口に腰掛けていた。夢だかなんだかわからない。けれどもきっと本当だ。それから笹田が落ちぶれて、さらきの斎藤では病気もすっかり治ったし、息子も大学を終わったし、めきめき立派になったから。こんなのが座敷ぼっこです。